謹慎じゃないんかい。練習しとる場合か。よく練習参加できるメンタルあるな。謹慎なんてするわけないんだよな。反省してないってマジ？悪い影響与えるやろ。普通数日くらいは自宅待機するよね。高校球児だって停学とかの処分くらったら練習なんてできないぞ。対外試合禁止処分でも練習は禁止しないからな。普通さすがに練習禁止する球団見たことない。もう二度と復帰できないのに何のために練習してるんや。周りも扱いづらいやろうな。それかよっぽど本人がケロッとしてるのか。もう開き直ったんか。普通数日くらいは自宅待機するよね。高校球児だって停学とかの処分くらったら練習なんてできないぞ。野球やめるのに練習する意味あるんか。練習してももうプロで野球することないやろ。まだ復帰しようとしててくさ。刑務所内での野球大会に備えた練習。刑務所のソフトボール大会に向けての練習やぞ。シャバでの最後の野球ぐらいやらせてやれ。若手はなんて声かけたんだろう。坂本の件はベテランなら茶化したかもしれんが、今回の件はネタにすらできないからな。ちなみにあの巨人ですら山口俊が刑事事件を起こした際は即抹消してシーズン終了まで謹慎させたぞ。やっぱ西武の対応おかしいわ。本人も球団もことを軽く考えすぎやろ。逮捕される可能性ある状況だって理解してないんやろな。おとなしくしてないと球団も本人もどんどんイメージ悪くなるぞ。まだ捜査中だから練習も禁止するわけにはいかんでしょ。そりゃ練習ぐらいはするやろ。一応まだプロ野球選手やし。まだ決まったわけじゃないしな。ほぼほぼアウトなだけで。